何かとかっこいいハンター株なんですが、このレアキャリアね、このようにいろんなものがですね、ちょっと置いとくことができたりとかして、大変に作業台としても便利なんですが、まあちょっと可能性はあるものの、形的にね、ちょっとでかすぎると、もっさりとしていて、お蕎麦屋さんみたいで嫌という意見もございますので、まあ、そんな気はしなくもない。ので、これをですね、例えばなんですけどね、こう、シュッとさせてみたらどうなるかっていうのをですね、ちょっとやってみようと思います。チョックが取れました。まだ綺麗ですね。ね、まあ、これ前期型なので、プリロードの調整がないです。ローダウンしたいのでこのショックもついでに変えちゃいます。ショック外さなくても左右緩めるだけで取れますね。取れはい。この竹側のローダウンショックつけていこうと思います。これ単体をね、サスペンションって言ってる人いるんですよ。間違っちゃいないんですけど、商品名にもある通り、これ単体はショックアブソーバーです。はい、私はね、自分の趣味でブラックにしました。これかっこいい ね、ノーマルに比べると、ここにですね、プリロードがついてます。で、自由帳って言うんですけど、何も負荷かけない長さがこれだけ違うんですね。これだけ違うとかなり足つきが良くなります。はい、僕別に足つき悪くないんだけどね。でもね、せっかくだから足つきをにあまり評判の良くないハンターカブだからこそ、それを改善する形でのね、動画が撮れたら面白いかなと思ってのことです。あ、よろしいでしょうか。両方のショックを取るとね、ガクンってなるかもって思われるかもしれないですけど、ならないんですね、実を言うと。それにセンタースタンドがあるバイクなので、このショック交換が大変にやりやすい。ちなみにショックアブソーバーは、ニアにってオーバーホール交換となっておりますよ。ステッカー付き。まあ、これは新車購入から2年経ってるので、まあ、まあまあ、別に、いい時期ですね。新車で交換するのは、ね、嫌だと思うんですけど、ある程度立ってたらいいんじゃないかな。モデルは156センチですね。モトスタイル東京の店員さんでございます。両足つきますか？ああ、いいですね。片足だとどうですか？あ、ありがとうございます。こちらのローダウン、オトギア東京で装着可能です。ハンター株の一番のポイントであるビッグキャリアを外し、普通のキャリアにする計画、何のためっていうか、おしゃれにするためだ、イエーイ。カスタムは乗りづらくすること、チューニングは乗りやすくすること、そして、カスタムは、はい、ということで、これをつけます。はい、ここまで取っちゃった。まずこの向きにですね、このステーをこの向きですね、外したダクトです。はい、ここのところにですね、付属の長いボルト、回転するところから部品を保護するために入っているのがワッシャーなので、このようにワッシャー挟みまして入れます。でスペーサーカラーが入りまして、でこの上からカバーが乗ります。はい、こうですね。でここを袋の後で締めるんですけども、まずワッシャー入れ、それからこう締めていく感じですね。今ちょっと片手なんでこれ以上締められないですけど、はい、でこんな感じで取り付けることができます。
ここもね、ちょっと個人的にはワシャ入れたい。ついてないんだけど、なんか探してきてつけます。こんな感じですね。はい、でここだけネジロックを取るという指示がありますね。ネジロック、これのことです。これをちょんちょんとつけてやります。あの、青いやつでいいですからね。キジマのスポーティーリアキャリア。これをつけるわけです。はい。これね、非常にいいです。物が大変に良いです。あの、絶賛させていただきます。これなぜかというとですね、この形にあります。ここのフックの部分が前向いてるでしょ。これね、縦向いちゃってるやつあるんですよ。縦向いてるやつはこう引っ張れば抜けちゃうんです。だからこういう風に前向いてる必要があります。で、この穴の位置ね。この穴の位置が、こう当たり前のように聞こえるかもしれないですけど、こうやって乗せた時に、純正の位置にこのようにぴったり合う必要があります。はい。精度は良くなくても、ボルトを入れた時にちゃんと当たらずに入る。そういう必要があるんですね。で、そうやってあの、これを、まあ、まだ締めないでこう乗せた時に、きちんと無理な力を入れなくても収まる。これは、社外品として非常に優秀である証拠です。これあの、なんか、こういう言い方なんですけど、あんまり聞いたことのないブランドのやつを入れるとですね、この状態にならないです。浮いたり穴ちょっとずれたりしてるのを無理やりこう仕込んでいくような感じになりますので、そういうのは安全上よろしくありません。はい、非常にこれは良いです。さすがです。はい、ではこれをこう上から入れていきますね。上から入れるのは当たり前ですけど、こう締めていきます。手で締まりますね。簡単にキュッ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 ね、手で入りますね。でその後にこれもう一本ここに入れますよ。いいですか。これが手で簡単に回って入る。これ当たり前のように見えるかもしれないですけども、社外品できちんとこう寸法が合ってるかどうかっていうのは意外と難しいことなんです。合ってないものが大変に多いです。はい。やっぱりキジマの製品はね、非常にそのあたりは、ちゃんとしてる。安心して買うことができます。はい、ツールボックスステイを固定します。はい。今回はツールボックスではなくてですね、これサドルバックガードに使いますけれども、この穴がね、楕円形になってるでしょ。これ意味があるんですよ。いきなりギュッて締めで軽く締めてやると、こう、前後に若干調節幅がありますよね。それがあるとですね、この後つける、サドルバックガードをですね、調節することができます。で、ナットがこれナイロンロックナットと言いましてですね、緩み止めがついてますので、今回こちらをつけるにあたってはネジロックをつける必要はありません。テールレンズライトカバーですね。これを外していきます。はい。はい、今回取り付けたいのがこちら、キジマ製の LED テールランプキット。これをつけたい。ここのボルト、これを取るだけでカバーが取れますと思ったんですけど、全然取れないですね。これ多分結構バキって取る感じだ。怖いな。はい、思った通り、このプラスチック製のヘラを今こう隙間から無理に突っ込んだら浮いた。こういう感じだな。必ずね、マイナスドライバーとかじゃなくて、まあ自分のバイクでね、壊してもいいんだったらいいけど、なるべく壊したくないじゃない。だからこういうプラスチックのこういう外装剥がしのヘラがありますので、こういうの入るところから入れて、こう、本当にこれでいいのかな。そんなね、こんな説明書にこうあるようにね、こんなに簡単にピョンって取れない。これはバキだね。よいしょ。やっぱ爪だね。この爪丸く削っとこうかな。はい、取れました。で、これ曲げます。で、そうしてこうやって外すと、ここに出てますね。このカプラを外して付け替える感じですね。サドルバックガードをつけますので、ここにですね、ステイの補強を入れます。はい。で、ここですね、左右のボルト取っちゃいます。まあ、今ちょっと緩めたんでね、
すぐ取れますけども。で、これを両方とも外したら、このサポートをつけるんですけど、これはですね、このように、こういう風に入る形になりますので、はい。だいぶきついですけどね。はい。テールランプユニットは、こことここを緩めれば、外せば簡単に取れます。ここを止めて、ここをつけまして、はい。サドルバックガードが取り付けることができました。で、最後にここ閉めます。はい。そうするとですね、今までここフリーで動いてたところが、いい感じに自動的にこう、位置が決まるので、で、ここ閉めて、完成ですね。はい。ネジロックつけてます。はい。で、これね、キャリアをつけるとね、これ止められないんだよね。だから先にこのステーをつけて、はめて、隙間から、この、レアショックの上部の袋ナットを締めます。はい。こうやって全部ゆるゆるの状態、絶対取っちゃダメですよ。落ちるから。にして、入れます。で、隙間からスパナで、こうやって一生懸命回していく感じですね。はい、着きました。これが一番難しかったな。結構時間かかった。割となんか、無茶な感じの取り付けになりますね。もうこんなんでいいのかな、まあ、説明書通りだし。ここが難しい。ここ。この状態で締めるのが難しい。僕ね、このステー内側かと思ったんだけどね、そうすると当たるんだよね。だからワッシャーステー、ボルトの順でいいのかも。この位置決めが結構難しいから、あともここの振動が伝わって外れるからネジロックっていう感じなのかな。ここもちょっとぴったりしてないし。これはこんなもんなのかな。まあカバーだからこんなもんでいいんでしょう。はい。じゃじゃん。ヘッドライトを取ったところです。これがウィンカーの線ですね。通常色が同じで共通している方がグラウンド、色が違う方がプラスなので、まあここにですね、エレクトロタップをかませて、いきますけれども、こうカプラーの近くじゃなくて、カプラーがちょっと離れたところから取るのがコツです。で、今これ皮膚剥がしましたけど、ビニールテープでギャーッと巻いたら、ここもこうやって、こうやって、あ、見えますかね。今これ途中まで取りましたけど、こうやってビニールテープで巻いてます。これをカッターとかでちょっとずつ削って剥がしてですね。で、こうやって向いてですね、なるべくこっちの根元の方で、エレクトロタップをかましてやるというのがまあコツです。これが本体ですね。これがボリューム調整です。時計回りで大きくなりますね。半時計回りで小さくなります。3本線が出てます。プラスはどちらも極性プラスで、左右どちらでもいいですね。黒はグラウンドでつなぎますけれども、だいぶケーブル長くできてますので、まあ、設置場所によって切りますけれども、このブザー自体はですね、防水ではないので、ヘッドライトのケースの中に入れてしまおうかなと思います。ちょっと片手なんであれなんですけど、まあ、こんな感じではめて、これ片っぽずついけるやつなんで、まずこれで、ちょっと片手で申し訳ないですけど、これでギュッてこう潰せばですね、電源取れます。最初にこう手でギューってやった後に、こう挟み込んで、取るんですけど、まあまあ、両手で皆さんやってくださいね。ラジオペンチで挟んで電源取りましたね。はい。ラジオペンチってのはこれです。はい。で、次にこっちの方も電源取っちゃいます。はい、取れました。これで準備完了です。で、ここに両方赤をつなげます。はい、チェックします。つきましたね。まあ、これに関してはね、いいっていう人と、ちょっとダサいっていう人いると思うんですけど、僕は消し忘れが非常に多いので、これに関しては必須です。動画でですね、紹介したハンター株グッズ、カスタムパーツ等ですね、モトギア東京に来れば大体揃ってるし、なくても取り寄せられますので、はい、自分でね、できないよという方はですね、モトギア東京に頼めばバッチリ。
これは何ていう部屋ですか？ベルコです。ベルコ、はい、絶賛ただいま販売中でございます。